荒ぶる神、まあゴジラは荒ぶる神だと思っていて、今の人たちに対して今のこの状態ではいけないんじゃないかという怒りをぶつけてきてるっていう印象ですね。もともとコラージュとペインティングをずっとやってきてるんですけども、あとはその4年ぐらい前からデイリードローイングを毎日やっていてっていう両方をずっとやってるんですけども、まあ、デイリードローイングの方が人気が出ちゃってっていう感じなんですよね。はい。僕は神様はいないと思っていて、救いの神様はいないと思ってるんですね。まあもしいるとしたら戦争も差別もない世界だと思っているんですけども、それであれば自分で神様を設定して自分なりの宗教を作ってしまえばいいんじゃないかなと思っているんですよね。その宗教がです。僕はモルモットが神様っていう風に設定してるんですけども、飼い始めてからいろいろ気づかされたんで、はい、ちょいちょい書きたくなっちゃうんですけども、モルモットは、はい、沖縄から東京に出てきたんですけども、たまたまそのアルバイトしていたところに井村照彦さんがお客さんとしていらっしゃってて、絵を見ていただけないかっていう話をして、これよくいいよって言ってくれて、その時はデジタルで描いてたんですね。なので、まあ、デジタルだと温かみがないからコラージュをやった方がいいんじゃないかと言われて、でその日にもうデジタルは一切やめて、そうすると伊藤圭司さんが審査するコンペに通ったりとか、そこから仕事が入ってくるようになって、湯村さんに会わなかったら多分もう沖縄に帰ってるんじゃないかなって思ってますね。まあ、この話をいただいて初めてこう初代ゴジラを見ましたね。やっぱ見ておくべき一本だなとは思いました。まあそうですね、まあ、ゴジラが可愛かったっていうのは、意外に可愛い顔してるんだなっていうのは思って、はい。その、まあ、他の作品もこう解釈がいろいろあるんだなっていうのは思いましたね。なので、初代は原爆なのかなっていうのは感じましたね。もちろん存在は知ってるんですけども、まあ、キングギドラとか、モスラとか、ミニラとかは知ってるんですけども、まあ、ちゃんと見たのは今回が初めてですね。まあ、実は、もともとこの庵野監督が大好きで、シン・ゴジラは、まあ、その庵野監督をきっかけに見たんですけれども、シン・ゴジラは庵野監督の世界をゴジラに落とし込んだっていう感じだったんですけども、ラストで、まあ、巨神兵らしきものが尻尾からパカって出てくるところが、そこは僕すごいぶち上がりましたね。はい、そうですね、どうやって描こうっていうのはずっと考えてたんですけども、やっぱりその劇中で亡くなった方のことを考えてしまうんですよね。なのでやっぱり僕がずっとこう救いの神様はいないっていうこととこうちょっとまあ、リンクしてきたというかって考えて、まあ、ゴジラももちろんですけども、その亡くなった人たちのことを考えながらっていうのはありますね。立体作品は今話した劇中で亡くなった人たちを弔うためのモニュメントみたいなものですね。で中には紫外線を当てると光るウランガラスっていうのを使っていて、ウランガラスっていうのは微量の放射物質を含んでるらしくて、意味を含めて制作しましたね。はい。で、この制作は
黒いところはその、 めちゃくちゃ大変だったっていうのはありますね。まあ、僕の中ではこう怒りの神が今の人たちに対して今のこの状態ではいけないんじゃないかっていう怒りをぶつけてきてるっていう印象ですね。そうですね。ただ救いの神様はいないと思ってはいるんですけども、荒ぶる神、まあゴジラは荒ぶる神だと思っていて、まあ、貧乏神とか疫病神はいると思うんですよね。僕毎日怪談を聞きながら制作してるんですけども、怖い話が好きで、やっぱり救いの神様よりそういうマイナスになる神様は話がたくさんあるんですよね。神様がいればみんな救われると思うんですけども、まあ、いないからここで皆さんそれぞれで自分の神様を作った方がいいんじゃないかなっていうのは思いますね。はい、まあ、もしかしたら自分自身が神様だっていうふうに思っててもいいのかもしれないですけどね。